ちは。今回は前回の1週間コーデの動画がすごく好評だったので、で皆さんにまたやってほしいっていうコメントをいただいたので、ちょっと調子に乗ってまたやっちゃいました。すぐやっちゃう。すぐやります。で今回は着物の季節にちょっと合わせてやってみようかなと思って、でも9月は一重っていう季節なんですよ、着物で。それで一重を入れた洋服と着物のコーディネートということで、今回お届けしようと思います。一重のお着物の季節は年に2回あります。6月と9月です。で今回のコーディネートは9月の一重のお着物のコーディネートとなります。やっぱり季節によってモチーフが全然変わってくるので、6月と9月ではこういう訪問着とか絵がこう大胆に描かれているものの場合はちょっと柄の感じが変わってきますね。帯はトンボとツユシバ、これは全部刺繍で描かれてます。着物の柄は楓が水に浮かんでいる竜田川みたいな感じなんですけど、このやっぱ葉っぱの色合いが緑から黄色に変わっていく様子ってことは、やっぱり秋に向かっていく景色を描いてるんだなということで、9月の一重のコーディネートで私は着てます。で、帯留めとかあと髪飾りとかは口蓋が別行で帯留めも別行で、トンボの帯に合わせたモチーフつけてみたりしました。バッグはデルボーです。はい、この日はご覧の通りオレンジの人です。もう本当このガンニという、ブランド、海外のブランドなんですけど、そこのこのオレンジ色のトップスに同じブランドのオレンジ色の靴を合わせました。こういうシースルーの、セカンドスキン的なトップスってすごい使いやすくて、インナーにも使えるし、こうやってアウターとしても使える。色が結構濃いのでインナーとして使うの割とありかなって思います。でバッグはシャネルなんですけど、これはお財布なんですよね。もともとベロアの生地でお財布的な、お財布なんだけどバッグとしても使えるっていうものです。でこのガンニのシューズはこの大きなリボンが特徴的で気に入ってます。で髪色ともちょっと今オレンジの気分が合うかなって思ってます。この日はちょっと撮影があったので、ちょっとシックなイギリスっぽい感じを意識したコーディネートにしてみました。でスカートは先日ご紹介した、靴も先日紹介したプラダの最近買ったものでご紹介した靴です。でスカートもマメクロゴーチのスカートです。ちょっとペンシルっぽくなってて、ウエストがすごいキュッと締まってるやつですね。でバッグはデルボーです。この形すごい使いやすいです。いくつかこの形持ってます。はい、この日はちょっとミーティングがあったのでそんな感じの格好をしておりますと言いつつ、かなり派手な柄のシャツなんですけど、これはプラダのすごい昔に出てたメンズのシャツなんです、実は。でクレオパトラが描かれております。でメンズのシャツなので結構男の子にそのシャツ買いたかったんだよね、昔のシーズンの良かったよねって言われることが多いです。でシューズも、合わせてプラダのシューズにしました。ピンヒールのバッグはロジェビビエです。これもとても使いやすい、めちゃくちゃ入ります。で、パンツはですねステラマッカートニーです。はい、こちらはコムデギャルソンのワンピースのルックになります。ベロアのワンピースなんですけど、チャイナドレスの動画を上げた時に他のチャイナドレスも見たいというコメントをいただいたのでちょっと着てみました。ベロアなんでホコリがめちゃくちゃ目立っちゃって、今見てあって思ってます。でバッグはデストレーです。でデストレーのこの渦巻きになってる部分は職人さん、フランス、イタリアかフランスの職人さんが作った手作りでこうなってるもので、上がこう巾着になってて、このベルトも外せるので着物の時も使ったりしてます。でシューズはもう何回も話してるんでちょっと飛ばさせていただきます。でもこのシューズは本当にどんな格好でも合うので、
めっちゃ使ってます。はい、この日はちょっとあのグリーンの人になってみました。オレンジの人に続いてグリーンの人になってます。このグリーンのトップスはニナリッチです。これからパリでニナリッチのショーも見てくるんですけど、このグリーンの色と千鳥格子のトップスになってます。これすごい使いやすくて結構使ってます。で、本当に同じ色のシューズがロジェビビエであったので、こちらのシューズを合わせてみました。この色をカエル色と呼んでます。そしてプラダのこのピンクのバッグはニットの素材になってます。このグリーンとの相性がとてもいいので、なんかこのグリーンのやつ着るとき大体このバッグ合わせてます。で、ヘアクリップはトレスです。あのシューコさん、以前コラボ動画させてもらったシューコさんのブランドです。最後のルックは HVN というブランドのジャージ素材のワンピースになります。このワンピース柄がすごく可愛くて、こう猫が毛玉をと戯れているみたいな柄になってます。で、このワンピースはミスファリンというあのお店で買いました。あのベイビーマリーちゃんという私のインスタとかによく出てくるお友達のお店です。で、シューズはロジェビビエです。これはブーツですね。すごく歩きやすい。よく雨、ちょっと雨降ってたんで、この日雨の日とか履いちゃったりしてます。で、バッグはオランピアルタン。オランピアルタンはなんか私よく持ってるんですけど、刺繍になっててレコードバッグの形だったり本の、形だったり、すごい個性的なバッグを作っていて、刺繍で手作りなので一肩につき20個とかしかなくて、で、このバッグはコンポジションっていうアメリカとかでよく見るようなノートあるじゃないですか、学生が使うようなノート、それがモチーフになってます。で、ビーズで柄は表されてて、フェルトに刺繍で文字の部分とかは書いてあります。で、値札みたいのまで親切につけてて 19.77 ドルって書いてありましたけど、このバッグは全然こんな安くないです。あの本当ものすごい高いです。やっぱり手仕事なのですごい値は張りますけど、一生使えるっていう観点で私は選んで買ってたので、本当に未だに使ってますし、本当買ってよかったなって思っているものの一つです。はい、以上秋のコーディネートでした。あの着物の一重の時期に合わせたので、ちょっとだけ早い秋のコーディネートだったんですけど、こんな感じです。で、来週はパリに行くので、パリであの久々にパリコレにちょっと行こうと思うので、その時もたくさんいろんな格好をしてまたコーディネートをね撮ろうと思ってます。はい、そしてあの私とマリナちゃんもパリに行くので、ちょっと来週とか再来週は分かんないけど、ちょっと飛んだりとか分かんないんですけど、ちょっとお休みさせてください。 1,2 回あの2人とも行っちゃうので、お願いします。ちょっとでもすごいいろいろ撮ってくるんで、本当多分結構ね工房回ったりとか、はい、ちょっと面白いことしてくるんで、いろんな動画をお届けできたらと思います。じゃあまた楽しみにしててください。